これみんなに言ってる。保安班から連絡いたします。ただいま、お配りしました3号機原子炉建屋1階のデータでございます。パーソナルエアロックの中のサーベイをするということで保安班の者が現場の方に行きました。北側エアロックを開けるともやもやがあって300ミリシーベルト以上になるということですぐ閉めました。南側です。南側については、内側のパーソナルを開けて中へ入りますと100ミリシーシーベルトパーアワーあったということです。これ12時ごろは、50ミリだったんですが、倍ぐらいに上がってます。13時に撮っております。情報です。やはりですねこういう状態を見るとどう考えても、まあ、どういう原因でいつ発火するか分からないんで水素抜きたいんだけど何かいい案ないですかね。